ハンドレページ・ハーミーズ・エアサファリーズのハンドレページ、ハーミーズ・フォー、マンチェスター空港にて、ハンドレページ・ハーミーズは、1940年代と1950年代に、英国のハンドレページ社が製造した、民間旅客機である。同社のヘスティングス軍用輸送機と近しい関係の、ハーミーズは4発の低翼単用機であり、29機。 製造されて1950年代初期に英国海外航空に短期間就航した後でいくつかのチャーター航空会社で使用された。ハーミーズは1944年に英航空省が発行したファーストクラス34座席かツーリストクラス50座席の弱圧キャビン付民間旅客機の使用に合致するように製造され同時期に英空軍が ハンドレページハリファックスの代替となる新型輸送機の要求に応えたものがよく似たヘースティングスであった従来のオリン式膠着装置のヘースティングスとは異なりファーミーズは首車輪式膠着装置になるように計画されていたが最初の試作機2機はオリン式であった製造された2機の試作機の初号機は日を厚のドンらであったが試作2号機は 余圧式胴体のフル装備であった。ハーミーズはヘースティングスよりも先に就航する予定であったが、試作初号機が1945年12月2日の初飛行で墜落したことにより製造は遅延した。民間型ハーミーズの開発は、試作初号機の墜落の原因となった機体の不安定を解決するために遅れ、この問題を解消するために胴体が延長された。 試作2号機が1947年9月2日に初飛行を行った。一方では、BOAC 向けに 2100HP のブリストル、ハーキュリーズ763製型エンジンと、首車輪式の硬着装置を装備した、決定版の HP81 ハーミーズ4が25機と、ターボプロップエンジンのブリストルシーシュースを装備した、ハーミーズ V が2機発注された。 BOAC のハーミーズ4ブリタビアのハーミーズ4、ハーミーズ4の初号機の初飛行が1948年9月5日に行われる一方で、生産は早々と立ち上がったが、初期の機体はヘースティングスの部品を使用したために重量課題となり、当初 BOAC から受領を拒否された。ハーミーズ4は1950年8月6日に、 ようやく BOAC に収益し、アブロヨークの後を引き継いで、トリポリ、カノ、ラゴス経由でアクラまでの西アフリカ路線に就航し、その年の末までニケニアと南アフリカ共和国への路線でも飛び始めた。BOAC が運航した、ハーミーズ4は、西と南アフリカ路線で使用されたが、1952年には、早々とこれらの機体は信頼性の高いカナディア。 アーゴノートに代替された。しかしながら、デハビランド DH-106 コメットが、飛行停止となると1954年7月に再度、路線に復帰し、12月まで使用された。これがハーミーズの旅客航路での最後の使用ではなく、余剰機は独立系のチャーター航空へ売却され、1952年に、エアワークが4機を購入し、その他は、 ブリタビアとスカイウェイズで、主に兵員輸送業務に使用された。これらの機体の多くは、オリジナルのハーキュリーズ763が使用する、モノよりも、低オクタンの燃料が使用できる、ハーキュリーズ733エンジンを装着し、ハーミーズ 4A と命名されたが、燃料の供給状況が改善されると標準型、ハーミーズ4仕様に戻された。 エアリンクスが使用していた最後のハーミーズは1964年12月13日に引退し、その9日後に廃棄処分にされた。1950年にファーンボローで開催されたスパク航空省でのハーミーズ v g l 機。シーシュースターボプロップエンジンの細いエンジンナセルに注意。ターボプロップエンジンを搭載した2機のハーミーズ V が軍から発注され、 1949年8月に初飛行を行った。これらはブリストルシーシュースエンジンの開発ために使用された。最初の機体は1951年4月10日にチルボルトン飛行場で降着装置を出さずに着陸して失われたが、2号機はボスコムダウンの a i へとファーンボローの来で1953年9月まで飛行テストが続けられた。 試作機のハーミーズ2は1953年10月に VX-234 という軍の登録記号を与えられ、ウスターシャーデ・フォードの王立レーダー研究所用の空中レーダーのテストを含む各種研究、開発に使用された。この機体は最終的には1969年に退役し、最後のハーミーズとなった。ハーミーズ4の胴体が、 ダックスフォード帝国戦争博物館に保存されている。29機前期がイングランド、ハートフォードシャーのラドレット飛行場で製造された。ザエンサイクロペディア・オブ・ワールド・エアクラフト。ありがとうございます。